千光寺公園の展望所ですね。しまなみかな。うん、綺麗だね。いい眺めですね。うん、夜綺麗な感じだよねきっと。そうだね。降りてきた。なんだろうね。いや、綺麗だな。うん、天気良くてよかった今日。じゃあお寺さん行こうかい。ああ、そうなんだ。そうだね、確かに。うん、だから下まで降りてくんじゃないの、きっと。あーっと、山がまた綺麗だな。写真撮りたいの、どっか向こう橋行ったらいいよ。じゃあお寺さん行こうか。うん、ん、何、10時半。せっかくがちょっと向こう見てみる。うん、あ、つうか向こうが千光寺なんだね。どういうこと？ちょうど下りの時に歩いていくと、うん、でも猫？猫？はい、なんか寒いからどこに別の場所にいんじゃないの？そんなことない？かな。
わかんないけど。いっぱいいるところがあるんだって。雪が。線骨どこだ。マジで？ちょっとまた上がってくるの？まさかしきって。千光寺という矢印はさっきから見えるんだけど、まあ春日山城と比べれば、ただ俺自身の体力が落ちてるからな。お、実験者行くって。何せリハビリ中ですからね、僕は。じゃあこっち行ってみようかな。そんなにすごくもなかった。まさかあそこの下が千光寺とか言わないよね。あんな得じゃないよね。そう思いたいよね。そうなんだ。七戻り岩みたいのがあるよ。通れ早く。俺のこの右足がうなる。いや、つうかでかいな、この石。すごいね。うん。これさ、歌ってこう、掘れるぐらいのでかさ。うん。元からあったようなのかな。いや、合ってないと結構ダメージでかいんですけど。結構また上がってくるよね、これね。は？そうなのかな？もう本当に下の乗り口まで行っちゃうのかな？うん。
いいよ。せっかくの景色もずーっと階段を見てる感じだよね、もう。ほら来た？裏口？裏口入学。なんかでかいのがあったぞ。さりげなくでかい。千光寺到着ですね。わかんない。いや、こっちが見たい。おお、びっくりした今。つうかむしろ暑い。大丈夫。いや大丈夫。今も可愛い子にまだイラクマ。うん、あったね。うん、どうしたの？ああ、そうみたいね。ここ開港台から尾道の小寺十五カーデラが見えます。どうぞご覧ください。どこだかわかんないようで、ちらちらお寺見えてるな。確かに、うん、大丈夫。よし行こう。あずい、汗びっしゃりになる。いや岩でっけえな。分かんない。本日の御朱印は末広松の下売り場本堂手前って書いてあるよ。とりあえず向こうじゃない。でかいのあったよ。鏡岩とかいうの。
ここだ。中国観音第10番。おう、さりげなくすごい。気が見え岩って書いてある。62年ぶり復元、鎖で眺望絶景の山頂へ。あー、いや無理だよ、来なくて。岩が三段重ねになってる。1、2、3って。へえ。すごい。ちょっとお参りして。Thank you.